おじさんみたいな、その演じ方。黄色がいいとかみんなね。多いですね。黄色じゃない、勝てない。はいはい、でこれでやっぱりそのニックキートシミツさん宛てにあのメールを。これをね見た上でやっぱ黄色派の人はやっぱ声を上げていただいて。はい。佐藤としみつということで。ええ。どうしたら出てくんないの、そのもうとりあえず。そんなに引っ張ることでもないと思うね、このなんかもう5週ぐらいにまたいて今喋ってるけどさ、みんなちょっと飽き飽きしてると思うね、もういい加減に、まあ、僕もそう思いますよ、そろそろその本人が出てきてその戦いたいの、僕も僕でね、とりあえずあの1日でやっぱり戦いたいわ、どういうことなんすか、1日でズームに壊す、今日はあのメールをこのジョーちゃんでどうか、本当にその本当に喋りたい人とかね、ちょっと一日にやりますけど、本当に喋りたい人一日で取り掛けたら、はいはいはい、あの本当にあの憤り怒ってる人ですね、としみつさんに対してね、としみつさんに対してふざけるなって限定でやっぱり、はい、ここに怒ってるとかね、そのはいはいはい、なくてもなんなら、ええそうですね、顔が遠くとか何でも。あの普段のもう年下のことじゃなくてもいいですね、そうなると普段の憤りを感じてるとかストレスを感じてるとか、そういうのを年末にぶつけたいって言ってもね、皆さんにズームご案内しますので、ぜひ到着の方にメールを、黄色の方が表情明るく見えるとかね、はいはいはい、まあ、次ぐらいはね出てくれたらねありがたいです、そうですね、さすがにこの1週間でじゃあ年下の多分お相手するんでしょう、皆さんもねコーパーとそれを経て、それを経て多分来週で、はいはいはい、出てくれるんじゃないかと思いますね。あなたはなんか第一シーズンの配信出てましたね。あ、出てましたね。見てたんですけど。あ、本当ですか。すごかった。焚き火ラジオっていうですね。はい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 。あのゲストで呼ばれましたね。大丈夫。感じてやって。はい。ずっとボケてたじゃないですか。なんかひたすらもうほぼ。まあ。せずに付けまくるみたいな。エンターテイナーですからね、楽しませようとなんか、やっぱこの視聴者の皆さん楽しませようと、あ、視聴者の、はいはい、あなたがボケてる間コメント欄がもう大荒れしました、大炎上してましたよ、なんですか、はい、はい、帰れみたいな本当に満ない地獄みたいなことになってましたよ、マジ面白くない前にはその我々のファンの人とその人が参加しだしてもうちょっとやめてよ、空気悪くなるからわしかないですけど、すごい骨肉の争いになってましたよ、だからこっちが僕の方からは全くコメントが見えなかったので、はいはい、よかれと思ってずっと1時間やってましたね、あ、そうなんだ、大自然ってコメント見えてた、大自然は見えてたみたいですね、そういう感じだったら見えてた、いや、なんか僕、まあ、1時間やってる時に、大志くんの佐藤くんことロジャーくんね、はいはい、がなんか、もう、やめてくれって言ってた、何回もなんか言ってたんですよ、やめてくれって、あ、でも、同じものを何度も見せろなって、司会ちゃんも司会ちゃんで、なんか、トークをねとか、いろいろ言われてた。あの話あったじゃないですか、あーランジャタイさんとの出会いとかねっていう話なんですけど、僕はやっぱりその嬉しくなっちゃってね、突っ込んでもらえて、もうやめてくれっていうのが本当の多分やめてくれだったんです、あの気がつけばね、伊藤さんにの言う通り多分概要みたいなしてたと思う、やっぱ終わった後、Zoom で何人で会話するじゃないですか、はいはい、初めてその時喋ったんですよ、はいはい、佐藤君が本当にあ、忘れていたあなたが話せることあ、話せるんだった、そういう話せるんだったみたいな感じ、はい、そうです、もうやめてくれと、ラジオ荒らすな、本当に私がコンテンツ始めて間もないんだから、佐藤君がタバコを吸ったんですけど、
よっぽどストレス溜まってたんでしょうね。あの吐いた煙がもうディズニーランドみたいな、ディズニーみたいな顔をスモークみたいな、ものすごい溜まってたんでしょうね。まあまあしょうがない、まあしょうがない。でもそのめちゃくちゃ楽しかったけど、やっぱり喋ったりとか、あ、あっという間でしたねみたいな、あの今度飲みに行こうってロジャーズに言ったんですけど、はいはい、嫌だとは言ってましたね。絶対嫌だとは言ってました。できればもうね、ズーム これを最後に会いたくないみたいな。またね、大自然に来てもらいましょう。じゃあ来てもらいましょう。そうそうそう、大自然に来てもらいましょう。そうね、いろんな人にね、はいはい。でも見てないのね、これいるかコメントとかしてくれるか、これ見てたみたいな。あ、結構いますよ、見てたけど、なんなら喧嘩した人が見たいな。まあね、いるでしょう。まあまあね、でもあれはあれで、ね、いいですよね、盛り上がって楽しかった。我々が売れればもう問題ないんですから、うん、その知らねえやつが暴れてるからムカつくんでしょ、やっぱ知らない人からしたら。いや、そこは終わった後ロジャー君があの開口一番、お話にならない言ってましたね。お話お話にならない。入れたらそみんなどこでポンプになるの、まあ、それは嫌になって、もうほぼ大自然の感じだ。なるほど。たちの話を聞きたい大自然がゲストに対してこの喋るトークとかゆったりとね、焚き火の前で焚き火のなんか口言われたんだよね、その大自然の作家さんにも、はいはい、あの焚き火ラジオなんでこの背景を暗くできない。ああ、なるほど。そう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 。で、俺なんかね、多分携帯が古いからできないって話。はいはい。うん。できないですよ。したらロジャー君が気使って、いや全然大丈夫ですよみたいな。でも配信終わった時、本当に部屋を真っ暗にしてた方が良かったって。なんなら別に音声だけで出演の方がお話にならない。ね、今度ちょっとあなた出てください。大自然。あ、そうですね。うん、いいね。次呼んでもいいですね、大自然とか。こっちに呼ぶのいいんじゃないですか。うん、ごめんね、ラストみたいなね。はいはい。お詫びのね。うん、まあでもなんか、一人の人が書いてたラジオっぽいですからね。まあ別に。あ、まあまあ。なんか、はい、なんていうんですかね。お互いファンは減ったって言いましたよ、非常に良くない関係ですね、そんな。ただただ傷つけ合う。どちらのプラスにもならない。どちらのプラスにもならないみたいな。楽しかったですね。なるほど。岡村さんのラジオは聞きました。